ビルチンスクは、ロシア極東部、カムチャツカ地方南部にある、太平洋に面した、港湾都市。ロシア海軍太平洋艦隊の潜水艦基地がある、ため閉鎖都市とされている。人口は2002年国勢調査で24,166人。カムチャツカ半島南部の太平洋側にあり、カムチャツカの中心都市ペトロパブロフスクカムチャツキーからは、アバチャ湾を挟んで南西へ。 直線距離で2 0トルほどの位置にある。もう一つの主要都市で、エリゾボ空港のあるエリゾボは、ビリュチンスクから、機体2 7トル。1968年10月16日、ソ連海軍の潜水艦基地のある、ルイバチー、太平洋艦隊の気候地、プリモルスキー、及び、潜水艦工場のあるセリデバヤの3つの住宅地が、合併し、ソベツキーの町が誕生した。 1970年、ソ連の他の閉鎖都市同様、ソベツキーは近隣の使用都市名を冠したコードネームを与えられ、以後公式にはペトルパブロフスク・カムチャツキー50とのみ呼称され、ソ連国内で一般に手に入る地図にはその存在は記載されていなかった。1994年、コードネームに変えて近くのビルチンスキー火山にちなんだ新しい名前である。 ビルチンスクが与えられている。1990年代には、ロシア正教会の制度が2つ創建された。これは、町ができて、以来のことであった。ビルチンスクの経済は、ロシア海軍艦艇の整備、解体の他には、漁業と水産品加工で成り立っている。郊外の類鉢は、ビルチンスクが成立する元になった3つの地区のうちの1つで、 ここには1938年以来、太平洋艦隊の潜水艦隊が基地を置き、アクラ級、オスカー2級、デルタ3級などの原子力潜水艦が在籍している。市を構成する3つの地区にはそれぞれアパートが計画的に廃されている。2003年に財政難の影響からビルチンスクの海軍基地を閉鎖する計画が発表されたが、にもかかわらずそれ以後も稼働しており、 職員や水平のクラブハウスの改装、ジムやプールを備えた体育館の新築、新しい学校や病院の開設などが続き、新しいドックを備えた岸壁もほぼ完成している。ありがとうございます。